俺は時給900円農業生。どうも GT です。本日2回目です。息子と、前回の動画で本物の磯目 VS パワー磯目やったんですけど、まあ見事ね息子に負けてしまったので、今度はね、よっちゃんイカとダイソーのイカの餌で、僕はよっちゃんイカで、息子はダイソーの、本格的な餌の方を使って、バトルします。すると、おー、来た全部で食っちゃうよ。やばー、かっこいい。これはでもメタルジグ食ってる。この動画は釣り初心者が様々な釣りに挑戦し、初心者脱却までを描いた物語である。とりあえず息子はこの名前さで、僕はよっちゃんイカ、どっちが釣れるのかって感じですね。よっちゃんイカ、パパよっちゃんイカにする。これでも磯辺と違ってすぐちぎれないからいいんじゃない。いいよ。よし、じゃあやってこう。ブクブク、めっちゃ重い。全然やばくないのだ。めっちゃ重い。本当に魚これ。うんうん、地面に引っかかってるよ。あ、切れた。切れた。ウムカワダイソーのやつに、はい、いいよ。オッケー、頼む。し、やるか、よっちゃんいんか。めちゃくちゃ追ってきてるよ。強靭無敵最強。あ、全部食われたか。いや、まだついてるな。もう一回つける。今4時40分。ちょっとイカの方全然釣れない。嘘でしょ。じゃあこっちやってみる。置いとくよ。よっちゃん、え、そんなダイソーのやつ当たんないの。そうなの。当たるよ。当たってるからこっちも反応はあるな。でもなんかやっぱパワーイソメとかイソメの方が良かったんじゃない。当たる。食いが悪いかな。でも当たってるからな。乗った。よっしゃー、来た。私の勝ちだ。それはちょっとね、世間は許してくれませんよ。待って、海洋イカの、いいよ。よっちゃんイカ54円だからめちゃくちゃ安いんだよな。安い。じゃあ釣れた。乗った。パパが、また2匹目だぞパパ。さっきのお返しをしているんだ。それは許せないと思います。これパパがずるいの。50分、まだ10分ぐらいだぞ。もう一回餌つけるか。こっちでやってみたら。よっちゃんいいか。トラップ発動、シフトチェンジ。食いが悪くなったね。もっとさっき食べてたよね。うわ、伸びてる。粘土みたい。これすぐ食べられるよね。うん、いいよ、消えた。やべ、全然釣れなくなったな。ちょうど20分ぐらい取った。まだ俺のバトルフェーズは終了してないぜ。さっき乗ってきた。当たってきた。お、食べてる食べてる。あ、来た。ラッシュフィッシュ乗ってる。おー、釣った。よかったね。よし、釣ったね。やったね。よっちゃんイカだよね。うん、よっちゃんイカ。よっちゃんイカが2位釣ったな。今ついてくるけど食べないっていうね。あ、追ってきてるんだけどね。甘いぞ遊戯。よっちゃんイカの方がちょっといいかも。やっぱあんまり大きくてもダメなんだよね。やっぱなんかそんな感じする。ちっちゃい感じ魚が。ダメくなった。やっぱサビキがダメなのか。ごめんね、ごめんね。針が多いと絡みやすいから。電車。金太郎だ。ちょっと来てる。乗った？うん、乗ってる。今乗ってる。お、立ってるぞ。乗ってる乗ってる。乗ってるよ。あー、釣れた。お、ちょっと大きいじゃん。サンキュー。いた。なんか、よっちゃいかの方がいいな、ダイソーの名前さより。あと、よっちゃいかつけて、あと1回だけやる。これ最後ね。オッケー。うん。よし。うわ、もう当たった。うん、よっちゃんイカいいね。ジョー、うんうん、ダメだ。いるんだけどね、食べないの。乗った。違うんじゃない。またそこに引っ掛けた。べ、絶対に許さんと虫けらども、じわじわと殴り殺してくれる。おしまいだな。じゃあ、はい、終了です。12分。30分やって、よっちゃんイカが3人、ダイソーの名前さんが1だったっすね。一
一つ前の動画で、イソメとパワーイソメでもやったんですけど、明らかにイソメとパワーイソメの方が食いが良かったです。イカはあんまり向かないのかな。でも、ヨッチャンイカの方が、ダイソーの名前さよりは食いが良かったですね。検証的には、ヨッチャンイカが良かったです。で、最強はやっぱイソメかもしれないです。農業やってて、オンライン販売、ニンニクやったりしてるんで、あと米がね、欲しい人いたらね、コメントください。米もオンライン販売しようか考えます。ということで、本日ありがとうございました。デュエル